スバルフォレスター2024年最新情報 SLK フルモデルチェンジ発売か新型フォレスター日本発売へ次世代 e ボクサーの詳細とスケジュールスバル新経営体制の発表と新型フォレスターの展望2024年5月にスバルの新経営体制に基づく方針アップデートが発表され次世代 e ボクサーのスケジュールが公表されました。日本向け新型フォレスターには次世代 e ボクサーが搭載される予定で、その詳細について予測情報も踏まえ見ていきましょう。新経営体制の方針アップデートと発売時期、スバルは2024年5月13日に新経営体制に基づく方針アップデートを発表しました。そのスケジュールによると、2024年秋より次世代 e ボクサー向けトランスアクスルの生産がスタートする予定です。そして2025年序盤頃からスバルの本工場と矢島工場において次世代 e ボクサー搭載の完成車体の組み立てが始まることが示されました。フォレスターについては北米で先行導入される SLK において次世代 e ボクサー搭載モデルが登場することが予告されています。また次世代 e ボクサー搭載モデルとしてはさらにクロストレックが追加されており、むしろフォレスターより発売日が近いという予測もあります。スバルの本工場で生産される車種は、レブオーグ、インプレッサ、クロストレック、WRX、VZ の各シリーズとなります。矢島工場では、インプレッサ、クロストレック、フォレスターの各シリーズが生産されます。スケジュールに基づき、ひとまず各国内工場での生産が対応されると仮定すると、本工場ではクロストレックが、矢島工場ではフォレスターが次世代 e ボクサー搭載モデルとして生産されることが推測されます。このようなことから、新型フォレスターの日本発売は、早ければ2025年の序盤あたりが予想されます。しかし、これは米国仕様が先行し、日本仕様は E 型への年次改良のタイミングまで待たされる可能性があります。次世代 e ボクサーの詳細、新型フォレスターに搭載される次世代 e ボクサーは PHS パラレルハイブリッドシステムとボクサーエンジン、シンメトリカル OWWD の融合です。この次世代 e ボクサーについては2024年5月28日のマルチパスワークショップで公表されました。この新しい e ボクサーはボクサーエンジン、シンメトリカル OWWD、そして、トヨタから技術共有される、SS トヨタハイブリッドシステムを融合させたものです。このストロングハイブリッドの採用により、SLK となる新型フォレスターの車両価格は、高額化することが予想されます。そのため、一部のユーザーが期待しているのは、パワートレインの選択肢として、キャリーオーバーとなる CB18 型エンジンが残されることです。新開発のハイブリッドパワートレインに対して、不安もある中、比較的リーズナブルで改良が進んだ CB18 系を望む声もあるでしょう。新型フォレスターのデザインと仕様、新型フォレスター SL 系のフルモデルチェンジでは、デザインが大きく変更されます。先行販売される新型フォレスター米国仕様には、最高出力 180HP の 2.5 リットル水平対向4気筒エンジンが搭載され、X モード付きのシンメトリカル OWWD が採用されます。グレードは、ベース、プレミアム、スポーツ、リミテッド、ツーリングの5つが設定されました。フィルダネスグレードは、新型には設定されませんが、SK 型での販売は継続されます。エクステリアでは、これまでのボクサーエンジンを連想させる、CG 型ランプデザインが廃止され、印象が大きく変わると予想されます。ヘッドランプデザインには、CG 型をかすかに継承しているタイプもあります。メインのヘッドランプは近年流行のコンパクトなものでデイタイムの下に独立して配置されています。グリルパターンは横のラインが強調されており、ヘキサゴングリルのデザインは継続されていますが、六角形のフレーム枠の主張が控えめになっており、ややまとまりのない印象を受けます。この CG 型の廃止は、リアコンビネーションランプでも同様です。シャシーは 10% 改善され、ダイナミックパフォーマンスと乗り心地が向上しています。インテリアでは、最新のスバルのモデルと同様に、11.6 インチのセンターインフォメーションディスプレイが採用されています。メーターパネルは、アナログ式が採用されており、2025年の B 型からの導入が予想される日本仕様では、12.3 インチ、フル液晶メーターと、アイサイト X の同時設定が期待されます。
特別仕様車 STI スポーツブラックインテリアセレクション。スバルは2024年4月11日にフォレスター特別仕様車 STI スポーツブラックインテリアセレクションを発表しました。このモデルは通常ラインナップに対する改良ではなく特別仕様車の追加発売です。STI スポーツにはナッパレザー本革シートが採用され、インテリア全体が黒一色でコーディネートされています。この上質でスポーティーな内装により STI スポーツの魅力がさらに際立つ仕上がりになっています。またオフショアブルーメタリックがフォレスターとして初めて STI スポーツブラックインテリアセレクション専用色として設定されました。このほかフォレスター特別仕様車 X エディションおよび XT エディションには専用ボディカラーとしてガイザーブルーが設定されています。新型フォレスター F 型の改良点。新型フォレスターの年次改良モデルである F 型は2023年8月24日に発表されています。現行の SK 型フォレスターは2018年に発売されたモデルであり、この改良によって F 型となりました。日本仕様の SK 型フォレスターとしては、この F 型が最終モデルになる可能性があります。2023年の一部改良では価格の値上げが実施されましたが、装備がより充実しました。エクステリアにおいては最上級グレード STI スポーツにのみ搭載されていたブラック塗装のシャークフィンアンテナとルーフスポイラーが全グレードに標準装備されるようになりました。インテリアでは X ブレークグレードに運転席及び助手席のパワーシートが標準装備となり、さらに X ブレークとアドバンスグレードにはパワーリアゲートが標準装備されるようになりました。安全装置の面でも改良が加えられ、後退時ブレーキアシストの設定が変更されました。具体的には、後退時に障害物を検知した際の警報タイミングが早められ、より安全性が高まりました。新型フォレスターの日本発売は、次世代 e ボクサーの導入とともに、大きな注目を集めています。トヨタとの技術協力によるストロングハイブリッドシステムの採用やデザインの刷新によりこれまで以上に魅力的なモデルとなることでしょう。一方で従来エンジンの継続を望む声もあり多様なニーズに応えるラインアップが期待されています。スバルの今後の動向や新型フォレスターのさらなる詳細情報に注目しながら発売を楽しみに待ちましょう。